ハロー youtube 今日のテーマはオンンデマンド型人材調達と新しい組織これだけ聞くとちょっと硬そうなんですけど多くの経営者があーそんな方法があったのかーっていうふうに組織について考えることができるきっかけになる動画だと僕は確信してますなので是非最後まで見ていただいて新しい組織の考え方を知っていきましょうというわけで桑田望の「アンテナ」 あのですね、まあこれ経営者あるあるの話なんですけど、まあ、もし僕が占い師で相手が経営者だとするじゃないですかそうするとですねもう大体ですね「見えます見えます」とか言って「あなた組織のことお金のこと健康のこといずれかで悩んでる感じがしますね」っていうとですね経営者みんなドキッとするんですよ「マジか何で見えるのやばー!」もう全経営者にちょっと試してみてください知り合いに経営者いるなと思ったら「もしもしお前さもしかして」 組織のののこここと、と、と、お金のこともしくは健康のことどれから悩んでないかの、の、no, no, no,、の、の、ななってなるんんよ絶対。<laughs> これ100発中なんですよね。僕もそういうふうに言われると大体そのどれかで悩んでることが多いんでもうこれ経営者だったらみんなこの3つで悩んでるっていうふうに断言しちゃってもいいっていう感じなんですよでその3つのうち一番重い点は何かっていうと組織 なんですよねこれは常に経営者っていうのは基本的にこう拡大拡大常にこう前向きにやるぞーっていうふうに考えてる人たちばっかりなのでイメージ的にはマグロとかイメージしておけばいいんですよマグロってこうずっとバーッと走ってるじゃないですかで止まれって言われると止まると死んでしまいますみたいな存在なんですよねなので基本的にどんどんアップデートアップデートしていこう夢はめちゃめちゃでかいっていう状態なのでそう考えると満足って基本的にしてないわけですよもっと良くなるもっと良くなるこれをやりたいあれをやりたいこうやっていってっていうふうにみんな考えてるんで組織のことを 基本的に悩んでるはずですよねなので悩んでるっていう状態は決して恥ずかしいことじゃなくてむしろステップアップのためには必要な悩みだったりするわけです今回お伝えしていくのはこのみんな悩んでる組織の問題についてどういう風に対応したらいいかっていうアメリカの新しい考え方がありますよっていうことを具体的に紹介していくためのビデオです実際ですね一方でその飛躍的に会社を成長させたい場合は商品やサービスって絶えず改善しないといけないわけ じゃないですかでもですねあるところにシニカルなことを言う人がいるんですねめちゃめちゃシニカルつまり皮肉っぽいことを言う人がいるんですよその名言があります読んでみましょう賢い人は大抵あなたのためには働いていないあなたが誰であってもだコンピューター学者ビルジョイうわ言われたくないやつ。 これ多分経営者ってみんんな思うんですよね、まあ、どこかちょっとみんななんていうかピュアな面があるので自分のために働いてくれてるんじゃないかとかっていうふうに誤解しがちなんですけどこのシニカルな言葉はなかなかパンチ力がありますよね賢い人っていうのはねあなたのために働いてるわけじゃないですよって言ってるわけですよマジかって思うけどまあ確かにね自分ごとに照らし合わせると、うん、そうかもなっていうふうに思っちゃうだとしたらですよだとしたら経営者っていうのは組織の うという意識を上げようとかっていうふうに思ってビジョンを設定してみたりいろんなことやってるわけですよ。こうじっていうふうにやってるわけですよね。ってことはこの名文が正しいとするならば組織の問題に悩み続けるのってある意味当たり前ですよね。 そうですよねだって自分のために働いてくれるわけじゃないわけで何か別のことのために働いてくれるわけだからその事実を受け入れてから組織を設計しないとチグハグなことになっちゃいますよねお自分のためにやってくれてるありがとう式を挙げるぞもっと頑張るぞあ,<ー>あれなんか離れていっちゃったな何でだろうみたいなことは永遠に繰り返すわけですよじゃあシリコンバレー式イノベーションワークブックっていう本の中ではこの問題をどのように取り上げてるかっていう話なんですよねここでですねびっっっっくりすすするるよようななこと言言てててます持つなって言ってるんですよ 従業員雇用するな関連するインフラなんて持つ必要がない持つんじゃないって言い出したんですねもう本読みながら「う、え、う、ー、って感じですよねどの人に聞いても「お前な経営者っていうのはやっぱ組織は大事なんだぞ」みんな言いますよなんですか持つなっていうのはそんな成り立つわけないじゃないですか僕なんで一人だったら何もできないですよそうだからな一人では何もできないうーんうんうんうんそういうふうに気づくことは大事だああでも持つなえーえー、だから 一人全然出ないですよもうなんかどうしたらいいか分かんないぐらいですよああでも持つな、えー、っていう状態なんですけどじゃあどういうふうにやったらいいかっていうことなんですけどねまずこの結論から言います持たないことによって何が生まれるか会社は機敏かつ柔軟になれるって言うんですよえー、いやいやリソースただでさえ少ないのに持たなかったらどうなっちゃうの大変じゃんもう何もできないじゃん でもそうじゃないって言うんですよ機敏かつ柔軟になれるって言うんですよねこれ何何何何どういうことっていう話なんですけどオンデマンマド型の人材調達を代わわりににやるるんだよってててうう教えてくれてるわけですねつまりこれだけ聞くとですね人はいらないみたいなことを言ってる超クレイジーなやつだっていうふうに思われるかもしれないんですけど人は大事だよって言ってるわけですよ。ただ いいいいわゆるる組織の形をを変えた方がいいかもねねっっってててここととシルコンバレーででは言っているってことなんです、ね、じゃあそのいわゆる組織の形っていうのを変えるっていうのはどういうことなのかオンデマンド型人材調達っていうのはどういうことなのかっていうと常に組織にいてもらう正社員雇用っていうのをやめて業務委託の考え方を拡張したらどうっていう考え方なんですよね。はあ これ結構目から鱗で、例えばですね、うちの会社に来てくれっていうふうに言われたとして、これ100%嬉しいかってちょっと微妙っすよね、ぶっちゃけ。まあこれ見てる人、社長が多分多いと思うので、ええー、うちの会社はそんなことない。俺が行ったら嬉しいんだとか言う人もいるかもしれないですけど、じゃあその、あなたの会社とは別の会社から、なんとか社長、うちの会社に来てくれって言われたら嬉しいかどうかまだ微妙でしょってことなんですよ。そうですよね。で、そうだとしたら、オンデマンド型人材調達って何かなんですけど、一方でですよ、こういうプロジェクトを立ち上げることにしました。なので、 一緒にやりませんかって言ってくれたらどうですかってことなんですよ。それは嫌な気しないですよね。あ、ん個必要としてくれてるで、もちろん発注しますと。金額はいくらです明確です。期限いついつです。やっていただくことこれなんですけど、お家へ拝借できないですかって頼まれて嫌な気がするっていう人ってほぼいなくないですかこれ不思議なんですよね。人材採用っていうような枠組みになると、これレッドオーシャンなんですよ。 みんな人材紹介会社に下手したら100万円とか普通に払いますよね。年収の30%、20%とか普通に払いますよね。なのに、発注先見つけるのに100万円払う人っていますあんまいなくないですか 発注先を見つけるのにですよ発注金額100万個よりまあ余裕であると思うんですけどそうじゃなくて発注先を見つけるためにうんいい発注先を見つけてくれたら100万円払おうってう会社なかなかないですよねこれ変なんですよ何が変かっていうと人材を採用するにしても業務委託に仕事をお願いするにしても達成したいことっていうのは一つに定まってるはずなんですよね何のにもかかわらずこっちには人材紹介市場という市場がありこっちにはその市場がないわけですよそういうニーズがそもそも顕在化してない わけですよそこに着目したのがオンデマンド型人材調達っていう考え方なんですねなるほどそう言われてみればそうだなるほど人を採用するっていうところになるとレッドオーシャンだけれども発注をするという立場を取ればこれはブルーオーシャンだな ってことなんです、ね、ですすよよね交渉優位いざ実際に正社員を雇用したら何でもやってくれるかってうとそうじゃないですよね土地でやっぱりやる気なくなりましたとかですねモチベーション下がりましたもうやめますとかってこれ平気であるわけですよなので正社員雇用だけが経営者の選択肢じゃないんじゃないのってことをシリコンバレーでは教えてるという事実をまずは知りましょうってことなんですよじゃあ どうやったらうまくワークするようにできるのっていうことまでこの本では明確な4ステップを用意してます。4つのステップに 応じててててやっっっいいけけばうまくいきまくきすすよってことを言ってるわけですねじゃあどういうふうにやるかっていうとまず1個目明確な作作業指示書書を作りましょううっていうういていい風にるわけですよ例えばこれは1なのか2なのか3なのか2ですみたいなことがはっきり書いてあるような指示書を明確にしておけばその業務ができる人が手を挙げやすいですしその新しく入った人が作業を引き継いだりすることっていうのがやりやすいですよねってことが明確な作業指示書ってことなんですね。で 2個目は外部のプラットフォームを使いましょうってことなんですけど例えば今だったらクラウドソーシングとかいろんなサービスありますよねそういうものを活用していろんな人がまずは自分たちの仕事を認知してくれてで会って話ができるっていう状態っていうのをちゃんと確保しましょうねっていうことなんですねで3つ目はベストな人材を採用するために MTP を使いましょうっていうことなんですよ これ MTP は別の動画でちょっとやったので割愛しますけどまあ野心的な変革目標ですよね。どんなビジョンなのかってことですよ。この組織ではどんなことをやりたいと思ってるんだっていうのをちゃんと説明しましょうねってことなんですよね。これがセットにならないとダメですよってことなんですよ。これ何かっていうと、まあ、要はいいとこ取りで正社員って身内な感じがするし仲間感が強いじゃないですか。でも普通業務委託になっちゃうと業務を委託してるっていう立場になっちゃうので業務委託っていう言葉からしてもなんか仕事だけで繋がっていて心で 彼は通ってない感じっていうのが言葉からもありますよねそれやめちゃわないっていことなんですよね別に業務委託っていう立場だったとしても心から尊敬し合えるような関係だったり情熱的に働くことできるはずなんじゃないのってことを逆に言うとこのオンデマンド型の人材調達って言葉の裏には あるわけですねじゃあそのためには何が必要かっていうと MTP を使うことだという風に言ってるんですよまあ、例えばですね久保田望むのアンテナには実はビジョンがあって何かっていうとまあ、クリエイターズネックスト自体のビジョンなんですけど生まれてきて良かったっていうのは僕はやりたいと思ってるんですよそれは何かっていうとマーケティングっていうのはですねいろんな人の人生に関わることができます で、その人の人生の中に例えば今日の動画があったとしてこのあとで組織について悩んでいた経営者が「そうかこういう方法があるのか」 っっって思ってて思新ししいいい組織を試うまくいったとすするじゃないですかそしたら「よし俺の経営うまくいったぞ!」生まれてきてきかったなとかっていうふうに思ったりしてくれるんじゃないかなっていうのが僕が一番思ってる願いなんですよねそれを実現したいっていうためにこの動画はやってるので多分この動画ずっと見ていただいてる人とか気づくと思うんですけど一切なんか売ったりしてないんですよ。で何かたまに何のためにやってんのって言われてるんですけど生まれてきてよかったっていうことを、まあ、一人一人は感じてもらうためにやってます。 で4はインターフェースを作りましょうってことですねインターフェースを作ってオンデマンド型人材と関わりを自動化する普通のですね仕事だとですね社員との関わりとかっていうのをまあ、やらないといけませんよみたいなことが書いてあるわけですよねただよりですね絶えず改善していってガンガン成長させたいってことで考えるとインターフェースを作っておいた方がいいですよってことなんですよ例えば報酬を振り込んでくださいとかっていうのを一個一個全部手作業でやってるとめちゃめちゃ大変そうじゃないですかそういういの ガガンガン自動化していくだったりですとか報告を自動化していくようなちょっとアプリケーションを作っておくとか勤務体系とかをちゃんと識別できるようにソフトウェアを導入するサー s を導入するとかですねそういうことをしておくともっっとと楽ちんに仕事がでできますよねってことなんですよよねね。てこな例えば会話はスラックでやるようにするとかですねそういう細々としたことっていうのを全部目を光らせて負がないかっていうのを徹底的に排除していく。 っていううここととをやりましょうってことなんですよねでそうすると実はスケーラビリティを得ることができますよっていうことが書いてあってスケールっていうのは実は5つの文字の頭文字なんだってことが書いてあるわけですねでその最初に出てくるのがスタッフオンデマンドこれがオンデマンド型人材って意味なんですよ他はコミュニティクラウドアルゴリズムズレバレッジドアセットエンゲージメントなんですけどこの5つの詳細については別のビデオで紹介していきたいというふうに思っています この5つを兼ね備えることによってオンデマンド型の人材調達をすることができ新しい組織というのを作ることができますよというのが目から鱗なポイントだったわけです。ここで何が僕は言いたいかっていうとですねよくですね経営者が悩みがちなポイントとしてはリソースが足りないっててこの言葉よよくく出てくるんですよねやりたいことはめちゃめちゃあるんですけどなかなかリソースが足りなくてこれこのビデオをここまで見た人禁止ワードにしましょう禁止ワード。 いいですかこの言葉を言ったらもうお尻ペンペン <laughs> お尻ペンペンしますいいですか思考停止状態になっているわけですよこの動画を見てくれているあなたの可能性っていうのはもっと広くてもっといろんなことができるはずです今現実に起こっているお悩みはいっぱいあるんじゃないかなと思います組織っていうふうに一言で言っても結局は人間の問題なのであの人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 ,あの人っていうふうに頭の中に想像をすると いろいろと思うことって多分あると思いますしいっぱい辛いこともあると思うんですねでもその気持ちをちょっとでも和らげてより本来の自分らしさを取り戻し自分の夢に爆心してもらうためにリソースが足りないはもう禁止ワードにしましょうそうではなくて逆に考えてみてください私には無限の可能性がある何でもすることができるまだまだ可能性を広げることができる 世界中の人を幸せにできるんだっていう風にまずはちょっと考えてみてほしいんですねその選択肢の一つにオンンデマンド型人材調達ととといいいいうう発想があるよということを覚えておいておくださいこの動画を通じてあなたの可能性が大きく飛躍することを願っています というわけでここまで聞いていただいてここやってみようかなとかっていうふうに思ったものはぜひコメント欄に書いてみてくださいそしてちょっとでもいいなと思ったらいいねボタン高評価ボタンをお願いしますそして最後にこういった動画いっぱい今後も出していこうというふうに思っていますのでぜひチャンネル登録をお願いします応援してくださいというわけでマーケティングって本当に面白いですねさよならさよならさよなら